柳谷小三治は落語家の名跡。現在は秋名跡。この名跡は中堅どころの位置づけであるが、柳谷の出世名と言われる。七代目、八代目の柳谷小三治は並村したことがある。十代目、柳谷小三治は東京都新宿区出身の落語家。落語協会第十代会長。出林は、にあがり括弧。縄文は、変わり派内は 本名、郡山剛志造。以下は、十五位。高田の馬場の師匠とも呼ばれた。1958年、東京都立青山高等学校卒業。高校の同級生に、女優の若林栄子、一年後輩に、中本浩二と、橋爪勲がいる。1959年3月、五代目、柳屋子さんに入門。前座名は、小竹。 1963年4月に詰め昇進し、産地に改名。1969年9月、17人抜きの抜擢で、新内昇進。10代目、柳屋子三次襲名。1976年、放送演芸大賞受賞。1979年により、落語協会理事に就任する。1981年、芸術編文部大臣新人賞受賞。 2004年に芸術編章文部科学大臣賞を2005年4月に史上法章受賞。2005年6月、新宿末広亭6月下関夜の武将山地主任公演において東京柳区会答人の小沢昭一を膝前に顔付けした。連日長蛇の列ができ、立ち見で入れないほどのオイルであった。2009年ドキュメンタリー映画、小三寺が公開された。 2010年6月、落語協会会長に就任。2014年5月に、朝日賞受賞受賞。6月、落語協会会長を優待し、顧問就任。10月に重要無形文化財保持者に認定。2015年、第56回毎日芸術賞受賞。同年3月、新宿区名誉区民に選定される。2019年度朝日賞受賞。 2021年10月2日、府中の森芸術劇場で行われた落語会での猫の皿が生前最後の講座となった。同年10月7日20時、心不全のため死去。81歳没。不法は同月10日、落語協会と柳屋小三治事務所により公表された。所属事務所が明かしたところによれば、 生前最後の講座から亡くなる日まで体調面の変化はなく普段通りに過ごしており、翌年まで各地で落語会の予定を入れていた。死去当日は普段通りに夕食を取り入浴した後に、自室で倒れているところを妻に発見され、病院に搬送されたが死亡が確認されたという。死没日付で15位に上される。改名は、小動員尺合有教師。 教育者の5人のこのうち唯一の男子として厳格に育てられる。テストでは常に満点を求められ、100点満点中95点を取ることすら許されなかった。その反発として遊芸それも落語に熱中する。東京都立青山高等学校に進学。2期下にはザ・ドリフターズの中本孝二、俳優の橋爪伊夫がいた。高校時代にラジオ東京の 素人寄せで15回連続合格を果たす。この頃から、語り口は流霊で、かなりのネタ数を誇った。卒業後、教員育成大学である、東京学芸大学への入試に失敗し、学業を断念。落語家を志し、五代目、柳屋子さんに入門した。以後、五代目古参門家で、柳谷のお家芸である国稽話を受け継ぎ活躍。話の導入部である。 枕が抜群に面白いことでも知られ、枕の小三時との異名も持つ。前編が枕の講座もある。落語協会会長六代目、三遊亭演唱は大変に芸に厳しい人物で、前任の会長より引き継いだものを新内にした以外は、実質上三人しか新内昇進を認めなかった。つまり、六代目演唱から新内にふさわしいとみなされたのは、 六代目、三遊亭窓か窓、小三寺、九代目入選亭、大木橋の三人のみである。小三寺は十七人の寄進打ち昇進という記録を作った。上野鈴本演芸場初席における主任の座を、死の五代目小三から1991年に全上され、2013年まで維持した。竜町など持病を抱えながらも、長年講座に上がり続けた。 落語協会会長5代目、霊霊者バフが病気を理由に2期で優待した後を受け、2010年6月25日開催の落語協会例会において公認会長となる。2014年6月、4代目竜亭芝に会長職を譲って協会顧問に就任した。夫人は染色家の郡山和代、次女は文学座に所属する女優の郡山冬果て。 弟子に対する指導が厳しいことで知られていた。主な演目。主な持ちネタにはあくび。至難。うどん屋癇癪看板のピン金銘地区小言念仏小別れ死神芝浜大工調べ千早ぶる茶の湯出来心。天白銅管ときそばネズミ穴、初天神、富士、参り、桃川、夜間、めなどがある。 芸風面白くも何ともなさそうな顔のまま、面白いことを話す。ひょうひょうとした表情のまま、ぶっきらぼうに喋る。柳屋の伝統通り滑稽話を主なレパートリーとするが、死と同じく、あざとい形では笑わせない芸を目標としている。落語は、本来が面白いものなのできちんとやれば笑うはずであり、本来の芸とは無理に笑わせるものではなく、 客が思わず笑ってしまうものだとの信念を抱いているからである。モノマネ過去の落語家のモノマネを得意とする。八代目さん、笑い抵コーラなどのモノマネが時折講座で披露される。芸論識者、ヘルベルト・フォンカラヤンをメリハリが効くというよりもあざといくらい派手な音を作り出す。人を感心させようとして、棒を振るから嫌いだと評すると同時に、落語も同じだよと付け加えている。 同一の演目寄せや落語会では、同じ演目を異なる芸人が続けて演ずることは、絶対のご法度とされている。a ロクスケが、自らの主催するイベント、ロクスケその世界のゲストに、ドクマムシさんだ言うと、小三次を招き、両名に落語を演じてもらおうと企画した際、ドクマムシは、ユヤ版を演じた。ドクマムシは、落語界の人間ではないが、 七代目、立川男子の古くからの名優であり、徹底的な指導を受けていた。その後に講座に上がった、小三次は直前までネタを決めていなかったが、毒も虫と同じ、湯屋版を語り始めた。小三次も男子も同門であり、文字として並べる限り、湯屋版の内容はほとんど変わらない。しかし、プロとしての技術を駆使して、全く別のやり方で、湯屋版を語り、 毒マムシよりも、はるかに客を表せたという。演芸評論家、矢野誠一の著書、新章の右手では、この件を、小三治自身が後書きで説明している。同じ話をした理由は、毒マムシさんだ言うという人の後に、落語家として話をすることに抵抗があった。毒マムシのやった話とそれに対する、お客さんの反応を見て、これは落語を聞かせる客じゃないな。 ショーアップされた趣向を興味半分で覗きに来てる、客だな、と思ったことであり、切羽詰まった、飛び降り自殺みたいなものです。もう頼まれたって二度とやりませんが、人にも勧めません。それほど愚行ですと矢野への謝辞と共にコメントしている。多趣味で知られていた。バイクスキー層や球楽語仲間で、ヨタローズというチームを組織していた。俳句三代目。 桂米朝などの落語家や落語を愛好する文化人らと東京や奈義区会という俳句団体を組織しており、同会の名義で出版された著書もある。配合は、ドチャ。クラシック音楽鑑賞も歌唱も好む。歌声は CD、歌間、句、らに収録されている。また、2005年10月31日の鈴本、演芸場の独演会では、 講座にグランドピアノを入れて15曲を熱唱。その模様は、ドキュメンタリー映画、小三時に収められている。オーディオ蓄音機での音楽鑑賞も楽しんでいた。オーディオ主研究家の品川進郎のコレクションを、相川き也、や、うつ緑の番組、日曜特番、今日ここまで来た、オーディオ100年で紹介した。 少しでもいい音で音楽を聴きたいという思いからオーディオに凝り、一時期は専門誌でもコラムを連載するなどプロ並みの知識がある。自宅には高価なオーディオ機器が多数あった。出展ドキュメンタリー落語中継バラエティ、番組ドキュメンタリー番組、テレビドラマ多数リリースされているが、そのほとんどがソニーミュージックエンタテインメント教室ともみつによってプロデュースされたものである。 CD ボックス朗読 CD 写真集芸談、エッセイ対談、インタビュー即記集枕のみの即記集雑誌絵本、いずれも文絵、野村隆明、監修、柳谷子三次、教育画劇館寄稿、ありがとうございます。